モノポリーザメダルセカンドエディションモノポリーザメダルとは2005年に稼働を開始した株式会社セガのメダルゲームである。協体開発はセガメカトロ研究開発部。2008年7月24日よりバージョンアップ版であるモノポリーザメダルセカンドエディションが稼働を開始した。本校ではそちらについても述べる。マス型のプッシャーゲーム。 6サテライト、最大12人同時プレイが可能。世界各地で様々な人々が愛好している。ハズブロのボードゲーム、モノポリーをモチーフとして、モノポリーの世界観を忠実に再現。ルールはモノポリーを知らない人でも楽しめるようにアレンジされている。各サテライトには2つの投入口のほか、3つのボタンがついている。筐体の構造は、 今作と同じセガメカトロ研究開発部が筐体開発を担当したセガのメダルゲームドラゴントレジャーシリーズとほぼ同じ。ただドラゴントレジャーの筐体は上から見下ろして半円の形をしているがこちらは正円形である。各サテライトの画面にはモノポリー版を模したミニモノポリーが表示されている。プレイヤーはスロットを回してトークンと呼ばれるコマを進ませる。 このモノポリー版のすべてのホテルを独占してビッグモノポリーへと挑戦するのが第一の目標となる。土地の独占状況はサテライト上部に表示されているホテルランプでも知ることができる。点灯している色のランプは独占済み、色のランプが点滅している場合はその色の土地の独占にリーチがかかっている時である。土地の独占が増えるほどランプの点滅は早くなる。 画面下部にはターゲットが流れており、プレイヤーはこれを狙ってメダルを投入する。ターゲットとして流れるシルクハットにメダルを当てると中からダイスが出現することがある。このダイスを狙って再びメダルを当てるとダイススロットを回転させることができる。万が一出現させたダイスなどのターゲットを画面単へ取り逃がしてもループして再び端から現れる。セカンドエディションでは 以下のターゲットが追加されている。中央に表示されている2リールのスロット。最大10回転まで保留可能で画面の上部にストックが表示される。ダイススロットの図柄はサイコロの目の1、2、3、4、5、6、家のマークをした1ハウス、2ハウス、3ハウス、そして数字の7がある。スロットの当選役は以下の通りである。 ストックを最大まで貯めると、初代バージョンでは後述する、ゴールドフィーバーになる。セカンドエディションではさらにダイスにメダルを当てると、ストックの保留ダイスが光り、光った保留が消化される際に、高ボーナスに5枚が加算される。セカンドエディションのみの要素として、フィーバーチャンスが存在する。ビッグモノポリーの終了後に、必ず突入する。また、ターゲットの後ろに時々出現する。 バトルシップを撃沈させても、同様にフィーバーチャンスに突入する。このモード中は、ダイススロットが赤くなり、7の図柄に変わって、ゴールドフィーバーハットシンボルが現れる。このシンボルを2つ揃えた時点で、ゴールドフィーバーに突入する。フィーバーチャンス中のダイススロットの回転数には30回の制限があり、画面上部で残り回転数がカウントされる。残りが0になると、 通常のモードに戻る。回転数制限はこのモードに突入するたびに30回転にリセットされる。ゴールドフィーバー中はターゲットに流れるシルクハットが金色になり、そこから出現するダイスも金色になる。このダイスにメダルが当たるとストックに金色の保留が追加され、この保留の消化時にスロットがゴールドダイススロットとなる。ゴールドダイススロットは メダル払い出しのあるデメが当選すると、X1 から X7 の倍率と、1ハウス、2ハウス、3ハウスの図柄が描かれた第3リールが出現。通常の払い出し枚数このリールで止まった倍率が払い出される。もちろん左側2リールが7で当たった場合は、第3リールの倍率は、ビッグモノポリーで得られる枚数にも影響する。左側2リールに同じ。 ハウスが揃った場合、第3リールにも同じハウスが揃うと枚数は通常の10倍になる。初代バージョンではストックが最大まで溜まっている間のみこのモードになるので、消化されて最大保留ではなくなると通常の状態に戻る。セカンドエディションではストックにかかわらず、ダイススロットで7シンボルが揃うまでこのモードが継続する。 おじさんフィーバー初代バージョンで飲み、ダイスストックをすべてゴールドダイスにすると、おじさんフィーバーとなる。このモード中は、画面右上で、おじさんが踊り、ゴールドフィーバーに加えて、以下のようなボーナスがある。刑務所に入ると、スロットに、鉄格子が貼られ、ジェイルスロットに変化する。このスロットには、サイコロの目や、ナナがないため、ミニモノポリーのトークンを一切進めることができず、 当然、ビッグモノポリーへも参加できない。しかしその分、ハウスあたりが頻繁にあるので、メダルの払い出しは通常時より多いのが特徴。このスロットのミリールに釈放カードがあり、これを揃えることで、刑務所から釈放され、通常のスロットに戻る。ゴールドダイスによる第3ギールはこのスロットでも有効であり、最大300枚の払い出しもある。セカンドエディションでは、 複数のプレイヤーが同時に参加するイベントゲームトレジャーレースが追加された。抽選で決定されたマスに他のサテライトよりもいち早く止まることでメダルやトレジャープレートを獲得することができる。ミニモノポリー中の画面左上にトレジャーレース抽選中のアイコンが出現すると参加するサテライトの抽選が行われる。一定時間経過すると抽選が終了し、 当選したサテライトがトレジャーレースに参加することができる。トレジャーレース開始前に、筐体中央のホイール型モノポリー版で、ゴールとなる位置が抽選される。抽選終了後、レースに参加するサテライトのミニモノポリーンには、ここで抽選されたマスと対応するマスに、ミスターモノポリーのトークンが出現する。また、レース中には、自分以外の参加サテライトのトークンも出現し、 相手の状況を確認することが可能。ミスターモノポリーのいるマスにいち早くたどり着いたサテライトが勝利。該当者が現れるとトレジャーレースは終了し、勝者にはボーナスとしてメダルかトレジャープレートのどちらかを左右ボタンで選択することができる。ミニモノポリーで全てのホテルを独占するか、スロットで7を揃えるとビッグモノポリーに参加することができる。 ビッグモノポリーは、筐体中央のホイール型のモノポリー盤面で、行われ、メダルの投入は不要。複数のサテライトが、同時にビッグモノポリーに参加できるのも一つの特徴である。自分が獲得したメダルは蓄積されていきなおかつ、最大7倍でのビッグモノポリーもあるので、同社のメダルゲーム機のガリレオファクトリーのように5000枚以上の、とてつもない枚数のメダルを獲得できる。 可能性もあるが、初代の未例前で終了してしまうこともあり得るので、侮れない。セカンドエディションでは救済処置として、獲得枚数が少ないと釈放チャンスになり0枚で、あれば確実に釈放されるので0枚で終わることは、なくなった。ここでは、高ボーナスが、スーパージャックポットであり、これを獲得することが、最大の目標。しかし倍率がかかった。 ビッグモノポリーでは最大7倍になることもあってか、このスーパージャックポットの値を経験と超えることもある。ゲーム進行を主なゲーム進行はすべて、筐体上部中央にあるモニターで行われる。自分のサテライトの画面では、自分の獲得枚数や参加中のプレイヤーの状況などを見ることができる。ゲームスタート時は、前回のプレイヤーが終了した位置からスタートする。 プレイ中のサテライトがいる場合はそこに割り込む形となる。主なゲームの流れは以下の通り。2個のサイコロを手元の決定ボタンで振る。出た目の数だけビッグホイールの盤面が進む。止まったマスにより様々なイベントが発生。次のプレイヤーのターンになる。自分が得たメダルの枚数は蓄積され、ビッグモノポリー終了時にまとめて払い出される。 終了条件ビッグモノポリーでは、基本的に、スーパージャックポットを獲得するか刑務所に入ると、終了である。特に後者は、刑務所、刑務所へ行けのマスに止まるだけではなく、チャンス、共同募金で、刑務所へ行くのカードを引いてももちろん終了である。また、3回連続でサイコロでゾロ目を出すとその時点で、刑務所送りになり、終了となる。 ゾロ目が出た回数は、サテライト画面の右上に表示される。セカンドエディションでのみ、刑務所に入っても、釈放チャンスが発生する場合がある。裏向きの2枚のカードのうち1枚を左右のボタンで選び、釈放カードを引くことができれば、釈放となり、ビッグモノポリー継続となる。また、前述のトレジャープレートで釈放カードを獲得していれば、一度だけ無条件で釈放され、 ビッグモノポリーを継続できる。獲得枚数が少ないほど発生しやすく、獲得しているメダルが0枚の時は左右2枚とも釈放カードになることがほとんど。基本的にマスの構成はミニモノポリーと変わらないが、止まったマスでのアクションが異なる。ゴールドダイススロットの第三リールやホテル独占時のホテルオッズの倍率は5。 所得税以外のすべてのマスでのメダル獲得時、没収時の枚数に掛け合わされる。カードや税のマスで没収されたメダルは、筐体の蓄積枚数に加算される。ホテル独占によるビッグモノポリーの場合は、ビッグモノポリー終了後、ホテル売却イベントが発生する。自分が泊まっている色以外のホテルがランダムに売却され、その分のメダルが合ーボーナスに加算されていく。 売却されるホテルは最高な夏だが、どれが売却されるかは、運次第である。セカンドエディションより登場。ダイススロットで発生するリーチの中には、プレイヤーの技量が問われるミニゲーム型のリーチがある。ありがとうございます。